メディアを再生するチャップリンの舞台裏。チャップリンの舞台裏は、チャーリー・チャップリンのミューチュアル社における7作目のサイレント映画。1916年の作品。共演は、エリック・キャンベル、エドナ・パーバイアンスほか、映画の撮影所が舞台となっており、キャンベル扮する、ゴライアスという名の道具型の助手、デイビッドをチャップリンが演じている。 スラップスティック的要素が多い作品ではあるが、道具型によるストライキや、パーバイアンスが女優になりたくとも果たせず、断層して、スタジオに潜り込んで道具型になる話など、ストーリーにドラマ的要素も多く加えられている。本作は、ハリウッドで制作された映画の中で、初めて同性愛が描かれた作品として知られている。断層したエドナが女性であることに気づいたチャーリーは、 彼女にキスをする。その光景を目撃したゴライアスが男性同士でキスをしていると勘違いし、女性的な仕草で二人をからかい、チャーリーに尻を蹴られる場面がそうである。チャップリンの未公開映像を紹介したテレビドキュメンタリー、知られざるチャップリンでは本作の未使用フィルムを見ることができる。公開された版ではエドナがギターを弾いている場面のアウトテイクで エドナがハープを引き笑い出す場面、チャーリーが住んでのところで斧を避ける場面が収められている。斧の場面は公開された版では完全に削除されている。ありがとうございます。